はい、どうもさっくんです。地声で登場するのはかなり久しぶりでございます。久しぶりの、地声での紹介はこちら。昨日10月14日に発売しました京阪1900系冷房改造後の5両セットの開封レビューをしたいと思います。1919F という、最後まで残った2編成のうちの、この京阪の旧塗装で、残った最後の5両のセットになります。もう1編成は、特急色で、最後、引退したんですが、どちらも京阪の、伝統のある、塗装ということで、僕もこっちの方が、好きというか、印象はこっちかなと、ずっと思っております。でまあ、ここにも、内容詳細も書いてるんですが、かなり、興味深い車両になっております。でまあ、こちらシールの、案内ですね。ヘッドマークは、両方つけれるようになってました。でまあ真ん中貫通扉のヘッドマークですけども、これもしかして、出るのかな、特急色出るのかなという感じです。1917って書いてるので、そちらの編成は、特急色の、車番になっているんですが、多分そっちも出ると思います。それに伴ってこのヘッドマークっていうのを書いてるんで、あらかた間違いないと思われます。期待しましょう。でまあ動力カーは、TM06R、18m ですね。でまあ TT04R グレー、ちょっと高なったやつなんですけども、これを使用します。でパンタグラフは PG16、ひし形のパンタグラフです。多分今日とかに上新スーパーキッズランド行ったら、まあほとんどなくなってるかと思いますんで、もしこのような、限定品を購入して動力化する場合は、事前に購入しておくことをお勧めいたします。それでは、車両を1両ずつ見ていきたいと思います。まず付属品のご案内です。車番、優先座席、コーポレートマーク、ヘッドマークで方向マーク、前と側面しっかりと、綺麗な印刷で収録されております。アンテナ先ほど入れてたやつが2つ入っております。両先頭に、1ミリのピンバイスで穴開けて取り付けるようになっております。はい、早速、1919の、全部見ていきたいと思います。パンタグラフはひし形です。で、クーラーのこの下を配線が通ってて、でここに、ヒューズボックスの開い機が、逃げてきております。昔は大概この真上に開い機とかいろいろついてたんですけども、まあ、ほぼ晩年に、昇圧工事した時に多分引き換えられたと思われます。で、まあ、このまま、落とせないので、クーラーのまた中を通りまして、でこの、つまぶで落としております。これもしっかり再現されております。でここに、車門も見えます。でここどっちだったか忘れましたけど、この辺に車番を貼り付けるという指示が入っております。でまあ1900は、まあ、コーポレートマークなしでも全然いける車両なんで、ほんまにこのままでもかっこいい車両になっております。塗装もちょっと修正するためにここ、黄緑をもう一回
補修してるような感じで塗られてます。他の、キットとかに比べたら多分明るいと思うんですけども、まあでも造形も、全然悪くないと思います。でライト周りがちょっと緑印刷でかかってしまってるんで、この辺シルバーで色差ししたらまた、上から眺めたら綺麗になるかなと思います。実際この帯金はこんな塗装にはなってないので、ちゃんとここの、上の部分も緑じゃなくてシルバーになってますんで、細かい筆で、塗ることをお勧めいたします。まあ、連結器はこれ全然 TN じゃなくても、ダミーカプラでも問題ありません。晩年はつなぐことなかったと思います。昔は、こう先頭でつながってたと思うんですけども、この最後のなくなる前は、ついてませんでした。で台車はこれ結構リアルになってますね。両抱きですね、両抱きのやつです。形式ちょっと忘れました。さっきまで調べたんですけども、これと、中間の台車が全然違うというのももう最近まで知らなかったです。つま部ですね、妻の部分は、さりげなくホロが再現されてます。まあ鉄これだったら、まあ、基本このようにホロがない状態なんですけども、あえて、このホロのシリンダーですかね、畳みやすいシリンダーが、さりげなく再現されております。リアルなのかリアルじゃないのかちょっとよくわかんないですけど、ちょっと縁がグレーということは、まあ再現はしてるよという感じです。雰囲気でいけると思います。はい、こちらが、2両目になります。2両目は1810系の跡形があるということで、ここに先頭だった時の、丸い屋根の跡が残っております。わかるでしょうか。乗務員扉 もう撤去されて、運転台もこのように、なくなってしまった状態を再現されております。台車の違いも、このようになっております。こいつは車体自体に、支えがあって側受けというのがついておりまして、それで左右動を、押さえるやつになっております。でこっちは枕張りですね、それがついてて、それで吸収するというやつの違いです。中間もこのようになっております。同じです。窓がですね、やっぱりこのように、黒縁が多いんですよね。1900は、横は二段窓になっております。こちらも反対側が二段窓になっておりまして、これで、合わせますと、このように、連結しますんで、二段窓同士と、一段窓同士がこう連結されるという編成になっております。
続いて、唯一の、付随車いきます。真ん中の3両目です。こちらはあの特に、特徴というのはないんですが、もともとあのテレビカーを、つなげる付随車ということで、これがあの原点となるテレビカーだったというのをウィキペディアさんで調べました。なので、これは完全に付随車、もともとからの付随車になっております。特徴という特徴は本当に特にありませんでした。で、このつまぶの窓がですね、先ほどの1810系からの、中間車とちゃんとここが合うようになってました。これはあの軽飯の特徴だと思います。はい、次は、4両目ですね。これもあのさっきの、先頭の、改造車になります。特に、違いという違いはほぼありません。ただあの制御機が、ここについておりまして、8モーター1ユニット、まあ、あの2両1ユニットということで、こちら側に制御機と抵抗機が並んでおります。それ以外特に突起するようなことはありません。はい、最後に、1900系新造車の、5両目になります。こちらも一番最初と同じように、台車が、全然違うのと、戸袋窓が、黒縁 H ゴムになってますと。ではアンテナも後で自分でつけないといけない仕様になっております。こちらは、さっきの車両が、制御車になってましたんで、こちらにコンプレッサーとあとは補助電源周りがついていると思います。あの感想としましては、普段最近の鉄コレに比べたらすごい塗装は、エラーもなく綺麗にできていると思います。どの方の鉄コレも、エラーがないと聞いたんで、かなりいい商品になっていると思います。ちらっと言うたんですけども、ヘッドマークと、車番が、特急色ということで、もしかしたらこれと特急色が出るんじゃないかなと、考えております。ただこっちの色の方が僕的には好きだったんで、こっちだけでいいかなと思っております。まあ、揃える余裕があるんであれば、特急色出た場合は買いたいと思っております。というわけで今回は京阪1900系の霊界後の、5両編成のセットの開封レビューでした。画面の左上をタップすることでチャンネル登録ができますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また最新の動画や関連の動画は周りに貼り付けておりますので、ぜひご覧ください。